まず、まあ、コータが競りに行った後、まあ、この10番の選手が裏取りに来てるっていうのが見えたんで、まあ、この競り負けた時に自分は、まあ、この10番の選手がシュート打ってくる準備をして、ワンタッチでシュート来なかったんで、まあ、トラップした瞬間に、まあ、できるだけコースなくせるように間合いを詰めに入って、まあこの時は岡君が触ったんですけど、まあ、弾いた後にこの相手の選手がシュートをするだろうと思ったので、まあ、うまく自分のファーのコースを消しながらこっちに自分の止めやすいところに出せることができたかなと思います。まあ、この試合では、まあ、クロスが多くなるっていうスカウティングが入ってて、まあ、そこはキーパーとして狙っていこうっていう、まあ、全部出れるボールは全部出るっていう、まあ、指示もあったんで、この裏のスペースのカバーは意識していて、まあ、蹴られたと同時に、まあ、自分の予測の範囲内で動くことができて、まあ、弾いたんですけど、まあ、相手のところ飛んで相手もうまく反応してきたんで、まあまあ、とりあえずここは早く起きようと思って、まあ、とりあえず起きて、まあ、ボール見て反応したっていう感じです。3つ目は、まあ、ここで本当だったら縦に生かして追い込んで守備をしたかったんですけど、まあ、中に入られてしまったので、まあ、この時点で、まあ、シュートを打ってくるかなと思ったんですけど、ここで中にパスが来て、たくさんとボールが被ってしまってあんまり見えなかった。なんで、まあ、とりあえず先に動いて逆取られないように我慢してシュート止めることだけを意識して、まあ、自分の止めれる範囲に来たんで反応して止めることができました。これは点取った後で、その水戸戦とか新潟戦とかも点取った後すぐやられてたんで、まあ、フィールドの選手というか全体でそのやられた後にやられないようにしようという声はかけてたんですけど、まあ、ここでうまく裏取られて、で、まあ、この時に10番の選手がニアに走り込んできているのは見えてたんで、まあ、そこに入ってきた時に、まあ、コータがファーのコース消してくれてると思ったんで、まあ、自分はニアのシュートだけを考えてポジションを取って、まあ、足でうまく反応できて、まあ、止めれたかなと思います。好きなプレーですか？三振目のやつですかね。一番難しい、ボールも見えなくて、難しいシチュエーションだったんですけど、まあ、うまく反応できたかなと思います。そうですね、勝ち点3が取れてない状況なんですけど、まあ、確実に失点も減ってきてるし、まあ、自分のできるプレーっていうのも出してきてると思うんで、まあ、次の秋田はホームですし、ホームで勝ち点3が取れるように頑張っていきたいと思います。